神戸ワイナリー農業公園は神戸市西区押しべ谷町にある農業公園。ワインの醸造に特化して神戸ワイナリー農業公園と称している。資金の半分近くを市が拠出し、一般財団法人神戸実のりのが受託経営を行っている。ブドウの栽培からワインの醸造、さらに神戸ワインのブランドで国内外に向け積極的に商品販売を行っている。 園外にも提携するぶどう園があり、契約農家からは、校舎が買い上げ、このワイナリーで年間400トンにも及ぶ、良質ワインを生産、出荷している。市民の農業体験と憩いと安らぎの場の提供、神戸ワインを主体とする、地場産業の育成、新しい観光資源の開発を目的として、全国の農業公園に先駆け1984年、開園し、 年間30万を超える来園者を数える。関連施設として、同市六甲山牧場や海釣り公園があり、一般財団法人神戸みのりの校舎が運営を行っている。施設にあるドウ畑神戸市の行政区では最高域の帰宅と並び、開発が進んでいる西区の中心振興市街地に隣接した丘陵地帯にこの農業公園は位置する。 ひときわ小高い丘に立つワイナリーを中心に、おおよそ200ヘクタールの敷地にぶどう畑の光景が広がる。ワイン城と呼ばれる、中心施設に入ると、ワインミュージアム、熟成湖見学コースワインショップなどが、回廊に沿って、欧風の雰囲気が漂うレンガ敷きの中庭を取り囲む。中庭の一角には、鯉の飼育されている水路がある。古外では眼下に広がる、ぶどう畑を見渡しながら、 バーベキューを楽しむこともできる。他に、ウィング農具館、陶芸館などの施設がある。8から9月頃には、ワインの収穫を見学できる。神戸市西区おしべ谷町に長考は1557の1。ありがとうございます。